はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、やっていきましょう。小池都知事の学歴疑惑。はい、松井先生、いつまでやるのかなって思います。はい、いつまでやるのかなっていうね。はい。じゃあ、そんなに小池都知事をね、攻撃したいんだったらね、だから住民監査とかやればいいんじゃないんですかっていうね、取り扱いましょうよっていう話ですね。住民監査とか、ね、情報公開したら、ほとんど黒塗りっていうか、全部黒塗りっていう。のり弁やめましたっていうね、白になってるから非公開ですとか、ね、国家賠償請求訴訟で東京都負けたとか、まあ、いろいろあるわけじゃないですか。で、国家賠償請求訴訟結局、あれ、控訴したんですか？控訴っていうか上告って言ったのかな？はい。まあ、どっちか忘れたけど、何その、高裁の方に持ってく、地方からの高裁の方に持ってくとかが、報道しなくていいんかなって思うんですけど、はい。毎回そうなんですけど、もうすぐだから、多分、国家賠償請求、今更あがさんとね、東京都の関係の国家賠償請求で、なんていうの、その、上告っていうか、控訴か。控訴かなんかその、上に上げるっていうふうなことを、パッとまでできるんだ。民事と刑事で名前違うんだよね、なんか。ということになってますかとかいうのが、あるわけでしょ？そういうのを、これで確定判決だねっていうふうなのが、なんか決まるんかなって、そういう情報出てくるのかなっていう思うタイミングになると必ず出てくるのが、この小池都知事の学歴疑惑っていうのが毎回出てくるんですね。そう。すごい偶然やなって思うのかな。毎回そうじゃない。毎回なんか、ひまそらあかねさんが重要情報出るかな、いや、ちょうどこのぐらいのタイミングで出てくるかなって思うぐらいのタイミングで、毎回小池都知事の学歴疑惑出てくる。そう。なんか俺から追ってる人間からすると、それなんか、またそれか、みたいな。ちょうど被ってくるな、みたいな。はい。感じになるんですけど。だから材料は他にもいっぱいあるよって、ね。マスコミの皆さん、これ、材料は他にもありますよって。これは特にね、情報公開がきっちりされていないであったりとか、住民監査が監査として成立しているのかどうかっていう話とか、国家賠償請求が要するにちゃんとうまくいってますか、いう話とか、いろいろこうあるわけですよね。だから材料はいっぱいあるよっていうことなんですけど、なぜか見えないのかなって思うんですけどっていう話になります。はい。では、まあ、要するに今日は、小池都知事の要するに学歴問題のパターンをちょっと皆さんと一緒に話し合っていきましょうということですね。はい。まあ、パターンとしては毎回この黄金の鉄板っていう感じになってるんですけど、〇〇さんが小池都知事は、卒業していないと言ったっていう。これが証拠です。毎回このパターン多くないですか？私も要するにずっと要するにこれ、まあ、学歴詐称問題の今回どんなん出てくるんだろうと思うんですけど、毎回〇〇さんが卒業していないと言ったっていうのがあって、過去に学歴詐称があったケースっていうのの紹介文がだいたい3ページぐらいするんですよ。だから、その卒業していないということを証明する物証を出さないでみたいじゃないですか。違います。これ、こういう風に書いてるんですけど、カイロ大学の方に確認を取って、そちらの方で証拠を見ましたと。で、そうすると、これで要するに不正に偽造されて、小池都知事がね、卒業したということにされましたというんで、カイロ大学ぐるみで、つまり小池都知事とカイロ大学がぐるになって、そういうことをしましたっていうことを、ちゃんと要するに証明しなきゃいけないわけじゃないですか。俺言ってるなんかおかしなこと言ってる？それを証明しないで、なんか卒業しないと言ってるんですよって。これはけしからんですねって。これ正直な話言わせてもらうんやとしたら、何も仕事したくないけど、とりあえず PV 稼いだり知名度を上げるためだけにこの問題を延々と擦り続けて利用して、自分の知名度を上げようとしている政治家か、ね、延々とこういう問題を擦り続けて、なんか PV を取って、要はなんか販売部数を伸ばしたいっていうだけの人か、何か他の別の問題を隠したいがためにわざとやってるのかっていうふうなことを疑われても仕方ないよねと俺は思うけどね。はい。で、順番に言いますけども、もうこれ金田一とかコナンでもないでしょ。あんの？〇〇さんの発言によると〇〇さんは黒です。そっか。ね、毛利心さんが眠りの心になって、お前が犯人だ。え、なんでですかって言って。〇〇さんがそう言ってるからと。いや、2分で終わったなって。金田一少年が例えば言うんですか、じっちゃんの名にかけてとか、さっき佐藤さんがこう言ったんだよ、山田お前が犯人だと、なんで俺が犯人なんだって佐藤さんが言ってた。いやもう警察も名探偵もいらんやろっていう。何の証拠にもない。だから物的証拠とか理論上こうだよねっていうのがまだあったりとかして、ここの要するに証拠、物的証拠これだっていうのを突きつけるから意味があるわけじゃないですか。金田一少年は大概無理やけどね。
金田一少年のあの殺人トリック見てたりしたら、いやいや、いくらなんでもみたいな要素ありますけどね。はい。いう感じになってくるわけなんですけど、まあこういう感じになってるということになるんですね。はい。ということは、まあ一番大事になってくるのはここですよね、ここ。介護大学が不正をしたという物的証拠が要するに挙げなければならないというところが、まあ一つのキーワードだと思うんですよね。合ってますよね。そうですね。介護大学は不正をしたという物的証拠であったり、何らかの証拠、合理的に足り得るだけの要するに証拠っていうのをマスコミが発見しましたって言ったらわかるんですけど、これは今のところ俺見たことがないんですよね。そう。疑惑はあくまで疑惑の段階なので、疑惑だけでそいつをやり込めていいんですって言ったら、申し訳ないですけど、こいつ学歴詐称してるんじゃねえかって言ったら、ほぼ全ての政治家首飛びますからね。いや、あります?普通に考えて。その、何十年も前に卒業しましたって言うんで、あいつは学歴が、卒業したかどうか怪しいって言われるわけですよ。まあ、どこでもいいですよ。早稲田でも東大でも慶応義塾大学でも、なんでもいいですよ、別に。うん。まあ、有名なところだったりさ、その、東京大学ですっていうふうになるやん。で、東京大学の要するに学生の要するに、しましたって言って、まあ、出しました。で、声明が、例えば東京大学から出ました。言ったら、あいつは金を払って、要するに卒業したということにしてもらってるんだっていうふうに今度次言われたら、もうだからそれ以上、だから証明のしようがないじゃないですか。証明のしようがないでしょ、これ。物理的に不可能だと思うんですけども。っていうことをまあ平気でやってると。まあいう感じになってると、私はそうとしか思えないですね。で、仮になんですよ。仮に。こっから問題なんですけど。で、仮に介護大学が不正をしたという物的証拠があったとして、マスコミの皆さんほんまにそれ続けるんですねっていう。そうそう。仮に、本当に続けんのその問題っていう話なんですよ。じゃあ、仮に海洋大学が不正を組織的、まあ、小池都知事陣営という選挙不正をやりましたってことを組織的にやってるってことと、物的証拠がある。で、それを出せるというふうになって、それで要するに海洋大学が問題だということに対して、海洋大学がこういうふうなことをやってるってことを公にしていいって言って公にするんですか?国際問題になりますね、下手すると。なりません?例えばエジプト政府とかが、ブチ切れてくるっていうふうな可能性ってないんですか?で、エジプト政府が、要するに日本がやった、日本のマスコミがやったことによって、ふざけんじゃねえよって話になったときに、お前らそんなわけのわからんことでも言いがかりみたいなのつけてくるやったら、スウェーズ運河止めるぞ、この野郎とか。例えばね。例えばやられた日に、まあ、スウェーズ運河が要するにまとめられるかもしれないけど、マスコミは真実を追求するのが仕事だから、要するにちゃんと要するにやりますよっていうことができんの?できんの?え?やらないのに?これやらないのに?住民監査請求とかもやらないし、情報公開もやらないし、国家賠償請求についてもやらないし、そのくせ、要するに、暇空あかねさんがまるで要するに悪い人だっていう風な印象操作みたいな報道はみんな寄ってたかってメディアスクラム組んで、ありとあらゆる要するにメディア媒体使って、活動家動員とかいろいろして、要は潰しにかかってるにもかかわらず、海洋大学やエジプトを敵に回して、学歴詐称問題の物的証拠を出して、国際問題がたとえ何があったとしても、政府からどんな圧力がかかったとしても、要は世の中からどんな圧力がかかったとしても、その海運関係者の要するに企業とかも全部的に回したとしても、我々はその物的証拠を証明することができますって言うんやったらわかるんだけど、だから俺言ってんのは、物理的に無理やろって話なんですよ。そう。いろいろと無理がないかって話なんですよ。いや、言うのは別に結構ですよ、皆さん。小池都知事だって前も松井よってよく考えろって学歴疑惑言ってくれたけど小池都知事はうさんくさいし怪しいよってうさんくさいし怪しいよ。公約掲げてるんと今現実にお前 WPPC 問題でまあ追ってんのま両方二つ並べてみる。小池都知事信じられますねって言えない。これまず一点目な。二点目な。でなこの間乙武さんが要するになんか乙武さんが要するに立候補されてましたよね。立候補されているときに、後ろに小池都知事、乙武さん、小池都知事と乙武さんが一緒にこう並んで予選、ポスターみたいなの貼ってるんですよね。貼ってる中で、私は無所属ですって言われて、本当のこと言ってるんだよ。ならないけど、ならないよ。ならないけど、この疑惑をいくら追求したところで、俺は意味がないって言ってるのは、物的証拠がまず立ててくる確率が限りなくゼロに近いでしょって、これが言ってるんです。仮に物的証拠が本当に掴んだとしても、マスコミだとどうせつけないでしょって話。続けないでしょって、だって。だって、これ、物的証拠ありまくりやん。極端な話だと。変なこと起こりまくりやんか。別に週刊誌クラスなんやとしたら、新聞じゃなくて週刊誌クラスなんやったら、疑惑で報じていいんやろ?だって週刊誌なんて。
やってるかやってないかうんぬん関係なく疑惑でバンバンいつもやったら週刊文春でも要するに何でもそうやけど、週刊新潮でも、まあ、フライデーでも何でもええけど、疑惑の段階でバカすかバカすか報道してくるわけでしょって。何も報道してけえへんねん。おかしないかなって俺は思うわけです。おかしくないかなって言うんですね。ただ別に私はですね、そのなんか何かの要するに裏で陰謀がね、企てられてるとかね。そういうことまで言っちゃうと陰謀論者っぽくなっちゃうんで、まあ、私は言いませんけど、どこ、こっち普通にやればっていう話でしたね。こっち普通にやればっていう話です。なぜ黒塗りに全部なってんだとかね。確かに黒じゃなくて白塗りにはなったけれども、これ実質的に黒塗りじゃねえかとかね。別にそのマニフェストどれだけ守れたかでしょうっていうんで、別に小池百合子が、その都知事が、要するに、あまり要するに信用できないですっていうんだったら別にマニフェスト検証すればいいだけの話なんですよ。別にお金かからないです。マニフェスト検証してみましょうだけやってみたらいいだけですよ。何か、7つの0とかなんか書いてんか知らないですけど、っていうことでしょっていう。ということなんで、まあ私もこのまたね、小池都知事の学歴疑惑出てきたらね、まあこの小池都知事の学歴疑惑が出てくるたんびにですね、忘れないでおこう、WBBC 問題みたいなね、若草今度パップスクラブね、住民監視、情報公開、国家賠償請求訴訟っていうね、はい。それをまあ皆さんに思い出してもらうために、まあ動画作っていきたいなというふうには思います。大丈夫です。全員です。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。